い、おい、さあ、今回はね、何をするかと言いますと、こちらでございます。はい、今回はゲームをします。はい、カタカナーシというゲームをやりたいと思います。はい、早速説明お願いします。はい、簡単です。カタカナを使わずに、はい、そのものを説明します。はい、例えば、ゲストというお題があったとしたら、それをカタカナを使わずにその人に説明して、うん、答える側は、うん、ゲストじゃないって言ったらクリア、うん、なるほど。ね、答え何回ぐらい答えていいの？何回でも答えていい。あ、答えていいんだ。なるほどね。で、それをペアで勝負していきたいな。はい、なるほど。ペアはどうしましょうか？ここはグッパーで今日は決めたい。あー、いいですよ。グッとパーと、グッとパーで別れましょう。オッケー。グッとパーで別れましょう。あー、分かった。私のハンドか。こう負けたな。なんでそんなマイナスな考えが。で、チーム戦にして、はい、じゃあどっちかが答えて、どっちかが説明する側を選んでもらって、それで勝負すると。OK です。はい、簡単で。それではやっていきましょう。簡単ですね。はい、何でしょう。まあ、例えばカラスが説明して、ユーマが当てる側だったら、これ1枚引きます。1枚引きます。はい。で、だってこれ5って書いてあるから、ガラスはプログラミングをカタカナを使わずにユーマに説明して、ユーマがこういうやつみたいなね、プログラミングって言ったら正解って言ったら秒数を測って、はいはいはい、あのジェスチャーはありですか？ジェスチャーはじゃあこうガチャッ、こういう言葉だけ、それともジェスチャーもあり、ジェスチャーもありにしようかな。あり、この中の良さを見せるためにこう通ずるものを理解し合って。これじゃあ、これ絶対答えられないなっていうのに関しては一回パスとかありですか？パスはありにしましょう。はい、じゃあ OK です。はい、先攻後攻じゃんけんするしましょう。じゃあうちからはこちらが俺がやりましょう。じゃあお前がいい。 OK。 どっちがいい？先攻後攻。後攻がいい。後攻 OK、 マスよ。 OK、 最初はグー、最後はーしゃー、合コン。オッケー。勢いでいこうね。あ、勢いでいこう。オッケー。スタートから始まって、答えた瞬間に、正解だった瞬間にストップをして、その短い秒数の方が勝ち。そうそう、オッケー。じゃあいきますよ。いくよ、よーい、スタート。あー、ね、何、車でドライブ。違う、車でブーン。あ、車でスピード、スピード、こう踏み込むやつ。アクセル。正解。こういうレベルの話、そういうことやね。さっきはプログラミングがやばいだけ。12秒ね。いくよ、はい、いくよ、いきます、いくよ、よーい、スタート。プリンター。はい、うわー、いい、うわー、やばい。うわー、やばい。6秒、4、5、なるほどね。やばい。ちょっとこれチェンジして、その足したあれで勝負決めよう。そうしましょう、ね。これでもちょっと、はい、はい、はい、審議、はい、勝手にうちの審議、うん、今の許したのね。許して、ね、許した完全許した、許したけど、カチャカチャカチャ、ジーバーカタっていうのカタカタカタ、ジーバー。でもよく思い出して、俺も車でブー。俺もそれがあったから、いけるかなって思って。なるほどね。ギオンはオッケーですよ。ギオンはオッケー。俺は今カチャカチャカチャの時点でこれはいいのかなって。俺は言いたかったけど、俺ブーン言ったしな。俺だからカチャカチャカチャは全部カタカナになってひらがなやな。セーフでしょ。セーフ。お答えパターンね。じゃあ答えで。逆パターン。さっき何秒だっけ？12秒です。そちら。いや違う。6秒。6秒よ。やばい、倍違うね。めっちゃ早かった。頼むよ。俺説明できるかな。知らんこともあるから。じゃあすぐパス行こう。オッケーオッケー。右に早いね。行くよ。うん、よー、スタート。今俺がこうやって話してるよね。みんなの前でこうやってこういうディベート説明をするよね。難しく言っちゃった。じゃあ難しい。
俺みたいな人間のあ、君って何々あるよね。何々あるよ。踊ったりするの得意だよね。パーティーピーポー。いや、俺みたいだよね。はセンスやろ、ね、いや、全然ねえわ。映画館でバーン。頼むわ。このゲーム、ゲームこの遊び、ね、この遊びの説明をしましょう。負けじゃない、正解よ。はい、ゲーム1回ゲーム言っちゃったけど負けでしょ。いや、でも俺両発叩いたから両発叩いたからセーフ、両発叩いたからセーフ。それはもうそれが、はいはい、あと説明ロードショーも俺みたいな人間とかあるやん、あるやんね。センスでさ、俺みたいな人間の俺のそうあいえずっとバカバカバカ。一発目なんだっけ、スピーチかな。あ、そう、一発目スピーチだった分かってくれなかったし、いや分かんない、みんなの前で話す。二発目はセンス、それ一生分からん。これロードショーはちょっと無理かな。いや、金曜って言って言って、さっきからすぐ言ったし、いっぱいあるよ映画が見れるかも。あったね、ルールが来た時にさ、気持ちが先行しました。このゲームのこのルール自体を守ってください。そうですね、そうですね。カタカタ使ってできない。いや、難しい、難しいよこれ。買ったんじゃないもん。俺が説明か。あ、違う、ダメだ、日本語を見つけてる。あ、そうそうそう、俺が説明で、カラスが大丈夫、59秒ですけど、顔よし、オーケー、いきますよ。はい、よーい、スタート。ゲーム強くなる、レベルアップ、正解。ドラクエしか出てこない。ドラクエもね、叩かないもんね。まあ俺、向いてない。これ、かなり向いてないね。圧勝だからね。最後のドンキの秒数は11秒ですかね。わかりました。さあ、はい、というわけでね、タイム出ました。はい、まず、我々のタイム、一発目12秒、2回目59秒、足して1分11秒。そうです、1分11秒かかりました。対しドギーチームは1発目6秒、2発目が11秒、足して、17秒。約1分ぐらいの差をつけてドギーチーム勝利です。はい、ということで、はい、ドギーの勝利ということで、はいはい、ぜひね、まあ苦手とか得意とかあるある、あるあるある、だからしょうがない。だから俺も練習しとくし、練習するんよ、今後ここに飲みに来た時これどうしてる。お前ずっとこれお客さんにやる。ずっと説明しろ。でも案外盛り上がるから。ぜひ皆さんこのゲームやってみてください。それでは今日も見てくれてありがとう。ありがとう。バーイ。